こんにちは、メンです。今回はいつも僕が行くお店で買ってくるお弁当をご紹介したいと思います。今回僕が食べるお弁当は3つです。まず上が肉入り焼きそばで、下の左側が鶏唐揚げ弁当、右側がちりめん山椒ご飯弁当となっております。今回はこの3つのお弁当を食べていきたいと思います。ではこちらのちりめん山椒ご飯弁当からいただきたいと思います。今食べてるちりめん山椒ご飯はですね、どうなんでしょう、ご飯はもう炊き込みご飯のようになってるみたいなんですよね。やっぱりあれですね、ちりめんとご飯、僕も小さい頃にね、醤油をかけて食べたことあります。今度はこちらのちょっとちっちゃいお魚いただきたいと思います。エビの天ぷら、こんなちっちゃいエビが天ぷらになってるんですよね。今度は野菜の煮物をいきたいと思います。
あとね、こちら小料理はありますか。スパゲティが入っております。で、今コロッケといただきました。あとはですね、春雨の酢の物かな、こちらいただきたいと思います
というわけで、まずはちりめん山椒ご飯弁当完食しました。鶏唐揚げ弁当をいただきたいと思います。メインの唐揚げいただきたいと思います。今食べてる鶏唐揚げ弁当のご飯は、黒ごまがかかっております。まあ、これに塩が、ね、かかっていると、まあ、ごま塩にはなりますが、まあ、塩が入っているとね、どうしても、ね、塩分を取りすぎてもいけないのか分かりませんけれども、このご飯に限っては黒ごまがかかっております。
まあ、僕はね、あの普段はお肉は食べない派なんですよね。まああんまりね、そのお肉を取らないのもなんなのでって、食べたい時に買ってくるこのお弁当ね、今回は、焼肉ではなくてこちらの唐揚げのお弁当をね買ってきております。で、唐揚げの下にはね、こちらのスパゲティ、またこの13升ご飯弁当にも入っておりましたが、こちらのお弁当にもスパゲティが入っております。ということで、鶏唐揚げ弁当も完食しました。そして最後こちら、肉入り焼きそばいただきたいと思います。
というわけで、肉り焼きそばも無事完食しました。というわけで今回はスーパーで買ってきたお弁当、ちりめん山椒ご飯弁当、鶏から揚げ弁当、肉入り焼きそばの3種類をいただいてきました。僕のご飯はですね、うどんと豆腐、この2種類がね、もう今スーパーで言うとね、何十円で買えるやつなんですよね。だけどそればっかり食べるのもなんなのでっていうことで、自分で食べたいものとして今回お弁当3種類を選んできました。まあ中でもあの肉が入っている肉入り焼きそばと鶏から揚げ弁当、もう本当に以前からね、まあお肉食べたいけれどもっていうことで今回いつも行ってるスーパーで見つけてきたんですけれども、まあ今日はこの肉が入ってたお弁当2種類を含むお弁当3種類を無事完食できました。まあ本当にこれからね、鉄道以外にね食べる動画もねまた公開していきます。まあ以前ね駅弁を買ってきたらどうかっていうお話がありましたが、まあそれは自分が本当に旅に出るために買って電車の中で食べるっていうことをね、いつかできればと思ってます。駅弁はいつかね、旅できる時にいただきたいと思います。まあ今回は、スーパーで買ってきたお弁当をねご紹介してきましたが、今度はねスーパーではなくて、例えば、専門店にあるものを今度は実際に買ってきてお家でいただければと思いますし、またお店での撮影が許可できれば、そちらのお店で食べたものもご紹介できればと思います。以上、僕がいつも行くスーパーで買ってくるお弁当3種類をご紹介しました。ご視聴ありがとうございました。